今回は9月23日のエラッタで計略な強化戦法から空気の群れになって使い勝手が大幅向上した古毛艦外を紹介していくよ。元よりニコスブルク8やり兵で復活持ちは唯一で独自性のあったカードやったけど、攻めよ群雄のニコスやりはオフラや武器ガタショーから人気カードが並ぶ激戦区、それで使用率が伸び悩んどったところに救いの手が来た感じやな。なんて勢いだ。反復なきまでに叩き潰せ。嘘だろ。キハバの群れは定位置などと同じ軸3兵力プラス 100% の汎用計略やけど、艦外の場合は武力が8あるから全回復した際の粘り強さは他の形式回復よりありがたいな。正気は血のり母兵縄文特攻と高武力槍には欲しい戦闘向けのものがないのもこのカードが今までマイナーに甘んじてきた理由かも。逆につけたい正気がないからこそ奇才投擲との相性がいいよ。人へ直したぞ。よし行くぜ。逆境には負けませんよ。力が足らんか。嘘だろ。息子たちよ。鍛え直したぞ。待てよ。悪い冗談だろ。くらえ。よし、行くぜ。朽ち果てよ。なんて勢いだ。くらえ。オール解放。ファスター。でかいのかましてやろうぜ。殺されたようだな。くらえ。寒いな。攻めよ。感じるぜ。てめえらの視線をビンビンにな。くらえ。私の知り合いの話なんですけどね。士気が安いから従軍軌道にも向いとるな。
なんて勢いだ。くらえ！くらえ！嘘だろ。くらえ！くらえ！ご視聴ありがとうございました。スペックはもともと良かったから、軽略な改善されて便利なカードになったと感じたよ。